テーションでございます。はいはい、車並みの時ございますけど、そうなんです、はい、またまた海辺の心霊スポット、はい、はい、本日も検証行ってみたいと思います。はい、こちらは、はい、福井県にございます大島水道。大島水道、はい、はい、でございます。あれね、消防隊のね、はい、そうなんです。こちらを検証していただきます。またまた新化新企画第2弾。はい、もないです。あれ、ちょ、あれ、あります。ちょっと先生、はい、早いです。え、新回新企画は基本何もないです。いや、前回でもああ、うん、やっぱね、東進坊すごかったですよ、あれはね。さまざまな予約がございますので、うん、先生、予約を聞いていきましょう。はい、大島水道、福井県にあります大島水道の中には観音様の像があり、通る際に観音様の目が赤く光っていると必ず事故に遭うと言われ、運転手を変えると事故を起こさずに済むそうです。また観音様の像の横に佇む女性の霊が現れるという噂もあるようです。なるほど、はい、なんかトンネルの中に観音様が祀られてる、うん、っていうのちょっと珍しい、ね、トンネルなので、なんか事故を教えてくれるんで、うん、ありがたい話じゃないですか。いや、だから目が光ってるとやばいっていう話もありますので、はい、そのあたりの検証お願いします。では押しますいと、はい、検証を聞きたいと思います。はい、本日もお付き合いよろしくお願いします。怪奇の間、トンネルの中に水が反響しろと、え、なんかバシャー言うた、途中で水が中を通ってるかのような、そうなんや、ところがあるね。あ、でも明るいね。そうなんですよ、ライトなくてもいける感じで。波の音がすごいな。え、どうした？地面濡れてるじゃないですか。うん、ここ雨漏りし、雨漏り、なんか水がずっと垂れてきてるんですよ。ああ、上から、うん、水が垂れてきてるっぽいね。変じゃないですか。え、なんでトンネルってだってそんなことになりますよ。どうやら、まあ、乗るトンネルもあるんじゃない。え、水だし、うん、え、あ、これが観音さん、はい、おお、すげえ、なんか緑のテントのトンネル、わあ、ほんまや、優しそうなお顔立ち、ね、そうなんですよ。この方に怒られるっていうイメージは湧かないんですけどね。確かにね、遊び半分で来たら怒られるって。いや、なんか注意喚起じゃないかな、気をつけなさいよっていう。ああ、不吉な感じとかっていうよりかは、そうそう、危ないよっていうのを教えてくださってるんじゃないかな。ああ、なんか言いました？うん、そう、水が、水です、ああ、水がシートを叩いてるんでしょ。行こうか。はい、分かりました。うわ、こっちすごいな、ここここ、うわ、間違えて落ちると危険です。お前、こっから波の音が入ってきてんのかな、うん、そうやね、多分。
ここで終わりです。あれ えらい短いね。そうなんです。ここから海なので海辺になるの。終わりみたいですね。はい、検証結果いきましょう。え、早っ。はい、はい、ということで、はい、え、大島随道、はい、検証させていただきましたけれども、はい、はい、普通にいいとこです。あ、いいとこ、いいとこですね。別に心霊スポットでも何でもないですね。だからその観音様の目が光ったりするっていうのはまあ注意喚起なのかな。その運転手さんを変えたらね、あの事故に遭わないとかっていうお話があるということは、まあまあ注意を促してくださるありがたい観音様じゃないかなと。なるほど、ね、全く嫌な感じはしないので、はい、良いと思います。なるほど、はい、分かりました。では今日この辺りで。先生、ちなみに女性の例で、いや今日はいらっしゃらない感じで、いらっしゃった気配もまあない感じ。気配もない、うん、あれだ、あの僕も裏バイキの場面行ったことにして一緒やと思う。おー、良かったです。あ、そうですか。あ、じゃあ今日はここまで、はい、ここね、新裏会議の待てないやほんで。え、あ、新の裏会議の待てない、はい、あ、はい、では今日はこの辺りで失礼したいと思います。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル先生、え、短いですか。まあ、5分たまには。あれ、違うの。いや、ここだけじゃないですよ先生。え、ここだけじゃないって言うとはるで。ここだけじゃないです。あれ、あ、そうなの。もう一つ近場にスポットを用意しております。ですって。あ、俺そっちも行きますか。この続きで。もうできたら帰りたいです。できたら行きたいです。できたら。え、はい、あ、2回目、はい、結局行くことになりました。意外と近かったね。どこですか。こちらは大島と言います。大島、はい、うん、それ私の仕事やった。はい、もうサクサク行きます。深く、はい、大島、福井県にあります神の島と呼ばれる大島は、東尋坊から身投げした人が潮の流れでその島に着くと言われており、心霊スポットとしても有名です。はい、もう神の島です、ここは。はい、行きます。ちょっと何で、行きますよ。え、行くよ。神の島、はい、神の島です。まだ続き、神の島ですって。はい、はい、じゃあ大島、とりあえず検証行ってみたいと思います。お付き合いよろしくお願いいたします。はい、行きましょう。怪奇の間、全然早ない。あれ、なんか気持ち先生ペースアップしてない、大丈夫ですか。なぎさんカバンに全然しまえてないんですけど。え、大丈夫、見えへんもん。え、先が見えてない。先見えてないですよ。ここの橋なんですけど、はい、その見投げされた方が引っかかるっていう誘惑があったじゃないですか、はい、でですね、前に、うん、ロケハンに来た時も、はい、顔認証がバンバン入ってですね、うん、めっちゃ怖かったんですけど、はい、もう渡られへんって止まってもたんですよ。なのですが神の島なんですか。はい、今どうですか、怖いですか。いや、怖くないんですけど。うん、大丈夫です。それ先生が前回同様ガチガチに守ってるから。ガチガチにはしてないかな。じゃあ大丈夫ですか。うん、今のところ別に特にそんなに、うん、ないかな。橋が終わります。あ、OK、
結構長い箸だったね。うん、むっちゃカットされてんやろけど、どうせ。いや、まあね、これ何もないとこずっと取ってもしゃあない。うわぁ、鳥鳥がめちゃくちゃ大きいんですよ。ほんまや、でかっ。鳥でかっ、すごいね。うわ、神社。こちら側も海が広がっております。だから無人島という話やもんね。はい、うん、ちょっとね、海は暗すぎて映ってない。あ、対岸の明かりがちらっと見えるけど、うん、はい、立派なあれやね、鳥居やね。鳥居すごかったですね、うん。ここからね、山道。山道。はい。なんかすごいことなってんだよ。うわ、階段や。最悪や。ちょっと階段が。ちょっとです。ちょっとらしいですよ。先生、あの、今回。山道なんで、新アイテムを持ってきました。新アイテム。はい。え？なんすかこれ。パトリセンコ。これでも虫怖くないです、先生。え、とあるリスナーさんからいただきました。ありがとうございます。あ、それはありがとうございます、はい。これで山口先生いつでも行きますよ。ちょっと言うてること分からないんで行きましょう。ちょっとあの階段の先が見えないっていうあのフ某神社を思い出しますけど、ほんまそれ。またどうせカットされねえよこれ。こんなん途中カットされてるやん。まだあるしな。ちょっと。あ、先生こっちです。え？え？あ、こっちな。こっちだ。違うって。え？違う、どっち？どっち？こっちの方かと思ってる。ちょっと待って、どっちな？どっちな？先ほどの。はい。岩国続きが。この島の回り方の言われがあります。ほう、ほう、ん、何それ。じゃあ、はい、どうぞ。はい、この島は時計回りに回るのが正解で、ということは左側、こっち、こっちってことだよね。うん、やっぱそうやもん。ほう、はい、反時計回りに回ると橋の途中で霊にあって死んだり、ほう、飛び降りたくもないのに飛び降りてしまうという噂があるそうです。あ、先切ったやつやね、もう行こう言って。あ、先生が途中で話聞いてもうたから、その続きや。あ、ほなこっちですよ。あ、はい、やって、シンク。え、行ってもうたっすよ。え、どういうこと。え、録音の時に右回りで行ってもらうんですよ。これ岩君はあれやね、しっかり調べていかんといかんな。そうですね、ちゃんと聞かなかな、最後に ね、人の話はね。はい、はい、もとこれなんか神社ってこれ、ね、え、鳥居になってる。あ、ほんまや。これさっき鳥居があったってことは、ここは、え、鳥居のところね。お、真ん中さ、真ん中は神様の鳥居だよね。これは手水か。
ああ、だね。え、でかい神社ってことなんだな。あ、鳥居もあったからそういうことなんですか ね。島全体が神社ってことですか、ね、みたいな感じってことだよね。こう、ここにあって続きがあるってことは。ここお参りできるとこ、お参りできると思う。あ、え、ただ先生、僕反対回りで行ってるんで時間感覚わかんないですよ。ああ、もうここ出たって今になってるんで。ああ、まあね、もうここ出た。あ、そうか。シンくんのロケハンではここ最終地点やったわけね。最終です。見晴らしのいいところが、あ、この奥、はい、何にも見えへんわ何にも見えへん、あ、何にも見えへん。明るくしてお届けしますか。え、明るくしてもね、はい、いつもの感じからいくと多分何も映らないですよ。あ、そうですか。行きましょう。はい、ええ、変わらんねんけど。ちょっと、もう足上がんないっす。え、もう、1時間ぐらい歩いてるんじゃない？結構長いっすよ。はい。もうすぐっす。あ、もうすぐ？出たで、もうすぐもうすぐ詐欺。さっきもそう言ってた。まあ、階段こそないからええけど。え？ほんまや。え？ほら。何？見て。おる。え？おるおる。ほら、登っていたとこ、登っていたとこ。あ、見えてない？ああ、最初に？うん、右や左や言うてたとこや。よし。戻ってきた。ほんまに何もないな。え？え？何？じゃなくて。いやいや、もう全く、もう、だって道、山道やん。ただの山道やん、ずっと。え？うん、とりあえず帰ろ。え？か。じゃあ。え？なんもない。なんもないというか、もう、絵も変わらんし。ええ。なんか、その、何？霊的な感じの、する場所なかったんですか？ない。え？ない。ない。先生さん、あのね。はい。僕待った時に、うん。1時間半ぐらい回してたんですよ。うん。ロケ班でカメラを回したんですけど、はい、今1時間も経ってないです。1時間弱ぐらいじゃない。40分45分1.50分ぐらいだね。これは悪いものに騙されたとかでも、右から回ったからじゃないか。右から回ってそんな道伸びます？もう分からへんここはちゃんと左から回りなさいよっていうことだと。そうですね多分自然に爆発されたと。まあ、作法を守らへんかったからない話ではない。ああ、はあ、まあでも無事だっただけよかったもんね。ありがとうございます。え、でこれどうすんの検証結果。いや、どっかで検証結果を取らんとダメですよね。どうないでしょう。降りる、うん、高校で行きます。行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう検証結果。はい、ということで、おしま、おしま、おしま、はい、検証結果させていただきました。なんもないっす。なんとなくそんな気をしてましたよね。はい、途中からね。はい、あれ、これ夜の散歩やぞっていう。なったよね。はい、とりあえずは
なんやかんやと喋ったけれども、どこまで動画に反映されてるかはわからないです。多分ですよ、はい、全部カットですかね。やろうな、出たと思います、はい。まあまあ、1時間半ぐらいこうカメラを回した彼がいらっしゃるので、あ、そうや、ロケハンではガッツリとガッツリ撮ってくれました、はい、撮ってくれたよね。ギュッと短めて、短めてギュッと短くしても30分以上になりますんで、皆さんぜひ時間あるときに見てください。ということで、今回はちゃんと人の話を最後まで聞きましょうということと、こちらね、大島に来させていただく際はこっちのルートね、左側、時計回りじゃないとダメ、このルートが正解でございますので、はい、皆様ぜひこちらからお越しくださいませ、はい。あ、でもね、場所的にはリアルにいいとこじゃないかな、パワースポット側かなって感じで、あ、思います。お昼来たら、あ、もうめちゃくちゃいいとこじゃないですか ね景色もいいやろうし、うんうんうん、途中でね、2カ所ぐらいかな、なんか眺めのいい場所、全然何も見えへんかったけど、なんか灯台みたいなのもありましたからね。そうあったんでね、うん、全然観光で来られるのはいいかなと、いいですね、思いましたと、はい、見たところでこの辺りで失礼させていただきたいと思います。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願い申し上げます。